レッドもこの島でやり残したことって何なのかしら。そういや、そんなこと言ってやがったな。彼を追うことばかりに気を取られていたけど、それが分かれば先手を打つこともできるかもしれない。ミダパト、親分の目的は悪魔の実を手に入れることだ。どんな能力の実かは知らねえけど。教えていただけるのはありがたいのですが、我々にそんな重要なことを話してもいいんですか。本気で仲間になりてえって思ったら仲間にしてくれるかもしれねえんだろ。だったらおいら少しでもおめえらの役に立てればって思って。でも身を探すって言っても何の手がかりもないんじゃね。身なんかくれてやりゃいいじゃねえか。てめえは単にもっと強くなったあいつと戦いてえだけだろ。身の情報を持っているのは彼一人なのだとしたら、このまま後を追った方がいいかもしれないよね。よし、決まりだ。奴の後を追うぞ。ご苦労様。思いついちゃった。ちょっと待ってね。助かるわ。精が出るね。Thank you.
私たちはここにレッドを追ってきたのよ。分かってる？波はいいよな。こないだまで空島にいたんだろ。だよな。久しぶりのふかふか雲だもんな。こんな風に地形を変えるわ。ゆっほら、グズグズしてたらあいつの思うツボよ。さあ行くわよ。私は黄金の大鐘楼を手に入れ、再びフェアリーバースへと旅立つのだ。ここにも黄金の鐘があるのか。あれは絶対に渡さねえぞ、エネル。ちょっと、ここにある鐘もあいつもレッドが変えたただの葉っぱなのよ。たとえ偽物だとしても、目の前で鐘が奪われるのに、あいつが黙って見過ごせると思うか。分かってるわよ、そんなの。もうレッドの思惑通りじゃない。金もエネルも、あなたの親分さんの時間稼ぎだって
分かりきってるのね。それでもうちの船長さんはやりたいと思ったことをやり遂げずにはいられないの。いや、多分あいつ分かってねえぞ。あなたのやりたいことは本当に私たちの仲間になること。オイラのやりてえこと。Yeah!
と。
雲じゃなければ死んでいたかもしれませんね。って私もう死んでました。よほほほほほほほ。お安いご用意。コツとご覧あれ。こんなのはどうかしら。あれに任せとけよ。